仕方ない。なんか生えかけてる髪の毛が、なんか大丈夫、全然やばい、髪の毛が。こんばんは。私のね、前髪ってね、あのなんかすごい柔軟が効くっていうか、なんて言うんだっけ、なんか何、なんかね、結構ね、あの何にでも適応できるんですよ。例えばなんかプール、学校でプールとかあったから、なんかそういう時とかはなんかプール入ったら帽子かぶるから、こうやって前髪全部上げてぺちゃんこになるから、なんかみんななんかドライヤーとかしないとなんか綺麗にならないみたいな感じだけど、私はもう全然なんかタオルでバーってやって口ピッてやったらもうまっすぐなったり、なんかかき上げみたいな髪の毛してても下ろしたりとか全然できちゃう。なんか前髪がね、結構自分の言う通りになってくれることが多い。あ、そう、あとね、前髪ね、なんかめっちゃ速乾性あるんですよね、私。なんかプールの後、ほんとめっちゃよく乾く。から友達がみんなね、羨ましいってよく言われてた。渋井ちゃんが、うららちゃんマリカ強かったんだね。そうなの、あの前にね、あのいくのちゃんとかしぶいちゃんとね、マリカ、なんか私がマリカを何だったっけ、何かの時に、何だったっけ、何かの時にね、どっかで多分発言したのをしぶいちゃんが見てたっぽくて、それでなんか後から LINE、 しぶいちゃんから LINE が来てて、あのうち強いよみたいな感じで渋井ちゃんから来てて、え、じゃあまた今度やろうよって言って、そう、やった。そうそうそう、いくのちゃんうまかったよ、いくのちゃんも、うん、いくのちゃんもすごかった。仕事疲れた、帰ってきた、お疲れ様です、お仕事お疲れ。そうだからね、 YouTube の、そう、なんかあのめっちゃゲームのやつ、エミリーさんがやってるやつ、めっちゃ参加させていただきたいんですよね。なんか先輩枠、エミリーさんが本気でなんか強すぎるみたいな、ハンデもらっても負けるみたいな言ってたから、戦ってみたい、一回。でね、さっき渋井ちゃんのショールームね、ちょっと覗きに行った時に、渋井ちゃんがさ、なんかめっちゃちっちゃいツルを見せてたの。可愛くて、ちっちゃいツル。そう、それでね、私折り紙が折りたいと思って、折り紙を家にね、私折り紙家にいっぱいあるんですよ。だから探したんですけど、なんか見当たらなかった。どこに直したっけ。折り紙一緒に折りたかった。昔おばあちゃんと一緒にめっちゃ折ってた折り紙。てか小学校の頃ってめっちゃ折る授業なかったっけ、なんかあった気がする。鶴の折り方とか、飛行機、え、でもうん、あったあった、紙飛行機の折り方とか。あ、はんちゃん鶴うまいんだ。
そう、久しぶりに折り紙がしたくなってなかったね。しぶいちゃんの配信、漢字で書ける自信がない件で盛り上がってます。漢字で書ける自信がない件、どこだろう。都道府県なら大体書けそう。うん、特技ね、特技増やしたいんですよね。なんかわーってなるような特技みたいな、すごいみたいな。なんか皆さん的にわーすごいってなる特技って何ですか。なんかできたらすごーってなるような特技。ファン思いが特技です。ああ、それは大得意それは大得意です。ああ、バク転ね。バク転か、難しいね。でも習得したらかっこいいですよね。ああ。なんだろうね。ほんと特技がね、なんか欲しいというか。あ、料理とかもそうなんだ。すごいになる、あれなんだ。だってあれですもんね、クリナさんとかね、すごすぎて。クリナさんのケーキ食べたい。え、キムシ歩いてるえ、キムシだよね今の。え、キムシ、なんか茶色いキムシが歩いてた、びっくりした。レムネ早飲みはね、ちょっともう無理でした。いけると思ったけど結構難しい。そう、料理とかも私はなんか趣味っていうかやるのが、えちょっと毛虫めっちゃ気になる。え、これ、え、ちょっと一回確認しよう。毛虫ですよね、これって。幼虫、何この茶色いの。チョコの毛虫なの？衝撃そんなアップで見たい、これ見れないね。え、すごっ、ほら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 。え、イモムシだと思いましたよね。私もイモムシだと思った。フレアちゃん、虫大丈夫な？めっちゃ苦手。ゾンビと同じくらい苦手、この世で。虫と、この世で虫とゾンビが一番苦手かも。うん、だってほんとこの前夢の中でね、多分前も話したっけな、あの毛虫が、大きい緑色のトゲトゲした毛虫が目の前に落ちてきて
夢の中でね、ほんと自分の叫び声で目覚めたもん、怖すぎて。だからほんと、ほんとね、私の忘れられないエピソードはほんとそれと、ココッペが私の家にカナブンを連れてきてしまった事件、もうその2個が福岡に来ての自分の虫の大事件無理無理、もう虫が、小さい頃はね本当になんかあるある、多分みんなあるあるなんですけど、ちっちゃい頃は全然ダンゴムシとか平気で触ってたけど、もう無理だね。だから夏とかセミとかもめっちゃ怖い、なんか音で怖い、もう。だからね、なんかオーディションの写真をね送らないといけないじゃないですか。なんかそう、写真を撮らな、撮る写真を木の近くで、あ、なんか撮ろう、撮らないとみたいな、木の撮らないとっていうか撮ろっかみたいになって、虫がいたの近くにねその木に、もう大発狂、なんかキャキャ言いすぎて母に怒られましたね、大人になっちゃうといろいろねしちゃって怖くなるのかなね。虫、僕も虫は苦手ね。そうだよね、うらら隊兼任になってくださってるありがとう。お母さんは虫全然大丈夫なんですか？お母さんね、母はなんかあの宮崎出身、宮崎出身だからかわかんないけど、多分全然いけてる、このくらい大丈夫、へっちゃらって感じだと思う多分。いや、わかんない、こんなこと言ったら怒られるかな、怖いのかも実は。けどなんか母とか父とか両親って偉大だなって思うのが、なんか強くないですか？なんか何に対しても強い気がする。大人ってそうなのかな、わかんないけど、自分も大人になったらそうなれるのかな。虫とかも減って退治できちゃうよとか、例えばゴキブリ出ちゃった時とかさ、へっちゃら退治ってできんのかな、わかんない、自分できない気がするなんかパニックなる。そうだから母とか偉大だなってなんかすごい思うこと多いですね。なんかいつも冷静でね、なれるのかなフ宮崎は自然いっぱいやから虫強そうね。そうだからね、本当私毎年ね宮崎小学生の頃とか帰ってたんですね、おばあちゃん家に。夏休みまるまる1ヶ月とか、もう一生の思い出なんですけど、なんかね、そりゃ山の中とかだったらさ、結構おばあちゃん家すごいど田舎で、ほんとコンビニとか行くのも車で8キロとかを走らないとコンビニとかそういう栄えてるとこに行かないくらいほんと遠くて、めちゃなんかまあポツンと一軒家までは行かないけど結構ちょっと離れてるんですね。そこでね、なんか小学生の頃の方が今よりはマシだけど、小学生の頃も虫は怖くて、なんかね、あのブーンって音が嫌なんですよ私。あのブーンみたいな、わかるかな、あの耳元とかでさ、なんかあれが苦手で。そう、なんかキャーキャー、その頃もねキャー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 、あの
うわーもう嫌だ嫌だみたいなのやってたら、祖母にね、もうキャーキャー虫と仲良くなれんとキャーキャー言ってたんやったら、もうなんかあかんみたいな、あか関西弁じゃないからあかんとかじゃないけど、なんて言ってた、もうあかんわみたいな感じのこと言われて、そっからまあなるべくキャなんかキャキャ言わないようにしてた虫と友達になろうと思って。ねえハエの音嫌だよね、虫ね。でもさ、なんかさ思うのがさ、虫も見た目がウサギとかさ犬とかみたいな、そう、これめっちゃ考え、よく考えてるんですけど脳内で、例えばウサギとかハムスターとか、例えばヒヨコとかさ、見た目が可愛いのってなんか可愛いってなるじゃないですか、全然嫌じゃないっていうか、けど多分虫とか毛虫とかさそういうのってなんか見た目が気持ち悪いっていう、なんかなんていうの、先入観じゃなくて、なんていうんだろう、思い込み、もうそのそれがインプットされてるから、イメージ、なんかちょっと気持ち悪い怖いみたいな、だからうわってなっちゃうだけで、見た目が可愛かったら虫もよしよしてしたくなっちゃうのかなってたまに考えちゃう。うん、なんか見た目、そうそうそう、見た目が虫も可愛かったらキャーキャー言うことはなかったのかなって。なんかトンボとかもね、カマキリとか、カブトムシとかもダメな、え、もうカブトムシはね、ほんとね、あの母が可愛い可愛いって言って、カブトムシのね、多分夏くらいのショールームでね、めっちゃ虫のことをね鬼語りした時に言ったと思うんですけど、父が会社でねオスとメスを一匹ずつカブトムシもらってきたら、卵生まれて、そっからその卵を孵化させようっていう松本家のね取り組みが始まって、ほんと卵、幼虫何匹、もう60匹くらいの幼虫を孵化させた、頑張って家族で大きいね、もうほんとぬいぐるみを詰めるような、あの大きいクリアの、なんていうんだっけああいうのって、もう大きい、もうとりあえず大きいクリア、なんていうの、収納できるようなやつに、その孵化させた幼虫たちを入れて、土とかもやったりしてね、母がねもうそれを夜中とかに見つめて可愛いって言ってんの、もう信じられなかった私は怖くて、あ、衣装ケース、そう衣装ケースに入れてね育ててたんですけど、母は愛着が湧いてきたみたいでね、可愛いって言ってめっちゃ育ててた、もうほぼ母が育ててたんですけど、で、ね、近所の人にその幼虫が育ったらね配ってたけど、なんかなんかね、カブトムシも羽をバタバタさせなかったらいける、なんか虫って予測不可能な動きするから怖い、なんかいきなりこっちに飛んできたりとかさ、こんなとこ止まられたらさ、もうなんかそういうのが怖い。あ、フォローしましただって、ゆきちゃんかな、ありがとうございます、ゆきさんかな、そうなのね、そうだからカブトムシも、え、でも正直言うと虫は多分もう全部無理、もうアリも怖い、うん、
一回ね、そうめっちゃちょっともう今でも忘れられないエピソードがあって、で中学校3年間バドミントン部を所属してて、バドミントンずっとしてたんですね。でなんか荷物とか準備、そのまあコートとか片付けて荷物とか全部整理して出したら、外の中庭、校庭の中庭みたいなところでなんか起立でお願いしますお願いしますみたいな感じで、一回先生とさよならっていうか、先生から今日のお言葉をいただいてバイバイみたいな、ちょっと待って声が声が枯れちゃった。なんか それでなんかその、まあ、さよならみたいな儀式みたいなのが毎回絶対にあるんですね、帰り道に、帰る前に。そしたらね、そこってやっぱ中庭だから虫もいるんですよ。でしたら、まあ、こうやってまっすぐね、こうやって腕後ろにこうやってやってじーって前見て立ってるから、でね、そこの私の中学校なんかね、アリがね、とてつもなくでかいアリがいっぱいいるんです。なんかちっちゃいさ、こんなんじゃなくてちょっとでかいの、わかるかな、なんかちょっとでかいアリ、多分みんなさんも見たことあると思うんですけど、それがいっぱいいて、立ってたらなんか足がかゆいなと思ったの、右足がね。でなんか、え、なんかかゆいと思ってパッて見たんですね、足を、んと思って、そのしたら私の足にね、アリが、そのアリが登ってて、アリが登ってきたことによってかゆいってなってたの。え、もう私めっちゃ叫んじゃって、怖い、今でもちょっとゾワッとする、思い出したら。もう全然、結構高い位置まで来てて、あ、これかゆいって感覚で気づいてなかったらやばと思って、服のとこまで入ってたか来てたわと思って、怖い、今でも怖い、もうだからアリ嫌いアリ、え、アリの気持ち、もうアリさん登ってこないでよって。だからじっとしてたらね、アリがって、アリって登ってくるんですよ。だからもうそっから一時は怖くて足、あのパタパタこうやって上げてた。なんかじっとしてたら登ってきそうで。え、そう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 、その話をね、その同じ同期、あの同級生の友達とかに話してたら、帰り道とかに、そう、噛まれなくてよかったって言われた。なんかね、怖いよね虫って。虫も人間が怖いんだろうね。でも自分よりはるかに大きい。え、なんか虫の教育チャンネルみたいになってる、またけど私生き物がめっちゃ好きで、動物と生き物がね、信じられないくらい好きなんです。ほんともう愛してやまないって感じなんですけど、あ、虫は別で。そうだからよくね、動物の番組、例えばそうそう、いろいろね、動物番組をねいっぱい見てるんですけど、ちっちゃい頃から。ダーウィンが来たとかもめっちゃ好きだった、あの勉強になるし。今はもう名前変わっちゃったけど、天才志村動物園とかも見てたし、坂上忍さんがやってる犬のやつとかも見てたし、その天才志村動物園の番組でやってた、動物と話せるハイジさんみたいな女性の方、ほんとすごいなと思って。私も動物、なんか飼ってるワンちゃんの気持ちとか聞いてみたいなって思う。なんかね、父がね、お出かけするってかね、父が仕事に行く時とか絶対吠えるんですね、父に。他の私とか妹とか母には吠えないんですけど、絶対父にだけ吠えるの、行ってきますってなったら。そういうのとかもなんでか知りたいし、なんかモッピちゃんが何を考えてるのか知りたいとかね。なんか動物の気持ち聞いてみたい。街中で、あの公園にいるハトって何考えてるんだろうとか可愛いよね生き物って、本当に幸せな気持ちになる。
昆虫類は大丈夫。うーん、苦手かな。あ、猫ちゃんだ。魚と金魚とか、え、魚は好き。めっちゃ好きですよ、魚。あのグッピー、グッピー、なんかあのヒラヒラしてる可愛い魚とか好き。私さ、あのカインズホームとかさ、ホームズに行ったら端っこの方にペットショップとか、ホームズに絶対あったんですよ。ペットショップとかなんかちょっと金魚とか魚売ってるコーナー、全国共通、大阪だけだったのかな。あったんですね、そのホームズに。で、母がホームズとか買い物行くのによく連れてってたから、絶対ペットショップとかそこの魚売り場でずっといた、ずっと見てた。かわいいなって。うん、全国共通かね、見ちゃうよね。魚、金魚とかめっちゃ綺麗で。けどなんかそのおば、あ、なんかそのハイジさん、動物と話せるハイジさんの話にね似てるんだけどね。おじいちゃんはね鳥と喋れちゃうから、多分その能力に似てる。多分これも夏くらいの時に話したっけ。多分話しましたよね。そう、本当にね、おじいちゃんをね鳥を呼べるんです。てか鳥と喋れるので、なんかそのおじいちゃんがね鳥と喋ってるのは私見せてもらったことがあるっていうか、体験したことがあってね、目の前でおじいちゃんがしてくれて。おじいちゃんも本当にね鳥が大好きで、家でもねおじいちゃん家には鳥が飼ってあって、もうおじいちゃん鳥を愛してやまないんですけど。でもね、そのおじいちゃんの お母さん、私のひいおばあちゃんはもう私が生まれた時にはね、あのお星様になっちゃったから会えてないんですけど、母曰く、そのおばあちゃんはあの風が呼べたみたいな。そう、だから魔法使いなのかも。すごいよね、風も見てみたかった。お話し会のスケジュール作ったやつ使ってくれた、ありがとうございます。ありがとう、本当に可愛いの、ありがとうございます。皆さん作ってくださった方、お話し会のめっちゃ可愛くて本当にすごい、もう器用にね、ありがとうございます。わざわざ宝物ありがとう。ね、すごいよね本当。とか、そうそう、本当に。とか母とかもね、なんかお月見してた時にね、まあこれはあの時はすごいってなってたけど、今思ったら、まあそんな夢のないこと言ったらダメなんですけど、今思ったらたまたまだったのか、本当に魔法っていうか母の力だったのか分かんないけど、結構私の家族は行事をね大切にしているっていうか、毎回その行事のごとがあったら絶対やるんですね、いっぱいいろんなことね。でお月見の時とかも母がねお団子とかいっぱい作ってくれてね、食べたりしたりとかして月見ながらね外出て、なんかちょうど曇ってきちゃって出た瞬間に、でしたら母がねちょっと待っててって言って、こうやって、ね、空に向かってじーってこうやってやったらね、月が綺麗に出てきてね、ちょうど、あーすごいってなってて、そうだから母もなんかあんのかなって思ってた。
そう、今から晴れるよ、したの。でもね、なんか母の手ってなんかほんとすごいと思う。なんか痛いところとか、お腹痛い時とかも母が撫でてくれたりしたら本当に痛み和らぐ。てか、手当てって本当にすごい。なんか母って落ち着きません？母の手とか。うらら父お誕生日おめでとうございます。そう、父がね4日でね、母7日だからね、母も明日なんですよ。母と父ね同い年で誕生日も近くて、3日違い、4日と7日だからすごいよね。明日は母の誕生日です。ふらちゃんもそのうちハンドパワー使えるようになりそう。なるかな。なったらじゃあ皆さんに見せますね。なったらいいね。なんか楽しそう。それこそレモンの衣装とか着てさ、ハンドパワー使えたらもうなんかリアルプリキュア。シャオ、シャオタン、ニコニコ犬隊さん、今日誕生日？おめでとう、おめでとうございます。じゃあ恒例のお祝いしよう。誕生日。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデイトゥユー。ハッピーバースデイディア。ひしゃおうたん。かわいい。ひしゃおうたん。アットマークニコニコイーナタイさん。ハッピーバースデイトゥユー。おめでとう。おめでとうございます。やん。誕生日おめでとうございます。ケーキの絵描こう。ね、飛車王たんさんにとってね、素敵な一年になりますように。いいな、お誕生日。お誕生日ってなんか楽しくないですか？私お誕生日大好き。なんか美味しくなそうなケーキになってます。みんな何ケーキが一番好きですか？これ前も聞いたね、多分。私は圧倒的にフルーツタルト。なんかタルトケーキがね、とりあえずめっちゃ好きでね。コストコの、あのチーズケーキのね、大きいタルトがあるんですけど、それめっちゃ好き。うん、てかとりあえず甘いものが全部めっちゃ大好き。
なんか久しぶりにケーキ描いたらなんか美味しくなさそう。なんか全然美味しくなさそうなの。ケーキになっちゃった。まあでも愛はいっぱいこもってるんで、よしとしよう。おいしくなあれ、おいしくなあれって思いながら。あれケーキってなんかどうしたらケーキに見えるんだろう。あれケーキに見えるなんか美味しくなさそうだけど、愛はいっぱいこもってるんで大丈夫。うん、翔太お誕生日おめでとうございます。あ、封してくださいね、ケーキお願い事して。いいね、なんかお祝いする方も幸せな気持ちになれる、誕生日って。あ、かわいいトランプね、ほんとほんとファンの皆さん、今日誕生日じゃない方も生まれてきてくださってありがとうございます。ほんと出会ってくれてありがとうっていつも思ってる。早くララに会えたね、会いたいね、大好きだよってかわいい、なんかにやけちゃう。やった、私も大好き。いいな、ケーキ食べた。なんかね、今日何食べたかわかんないんですけどね、なんかいっぱい食べすぎて今日はっきなんかでそんな下品な言葉出ちゃダメか、なんか気持ち悪くなっちゃった何食べたか記憶にそんなないけど、そんな食べたっけって感じだけど、5月12日の誕生日は誕生日花はライラック、ライラック。あ、うらちゃんウェイラにお花のこと書いたからだよね。そう、私お花めっちゃ好きでね、絵文字のお花が何のお花か気になっちゃって、自分の好きな絵文字の。いいよね。でもなんかね、そう、私本当になんか母の影響を受けやすいっていうかね、なんか自分の中で素敵な女性は一番が母っていうのがずっとあったから、なんか母みたいになりたくて母の真似をね、ちっちゃいから幼稚園生の頃とかねずっとしてたのなんか全部母が、例えば A と B やったら母が A だったらもう絶対に A みたいな、自分の中でね勝手にだよあって、なんかそう、なんか絶対そっちが正解みたいなのがあって、例えばもう昔はね母がラベンダー好きなんですけど、ラベンダー、
母が好きだから私も好きみたいな、母がシンデレラが可愛いって言ったから私もシンデレラが可愛いと思ってたみたいな、幼稚園とかずっとそんな感じでね、うん、そんな感じだったね。今思ったら面白いけど、なんか全部母の影響めっちゃ受けてた多分真似っこしてた、めちゃくちゃ。だからちっちゃい頃はずっとラベンダーが好きだったけど、今はね、そうだね、スズランとかひまわりとか好き、めっちゃ可愛い。ガーベラとかも可愛いよね。なんかね、渋いお花すごいね惹かれる、めっちゃ可愛いと思っちゃう。白、白がめっちゃ好きだから、なんか綺麗だなってなる。夏とかね、ひまわり畑とか行きたいですね。去年行きたい行きたいと思って行けなかったから。そうなのね、ひなたもお母さん子だったね。そう、多分めっちゃお母さん子けど今さっきあのファンの方がね、私の誕生日のお花ライラックって教えてくれたから、なんかライラック気になってきた。ガーベラの花言葉って常に前向き、素敵、かわいいね、素敵だね。なんか勇気もらえるような花言葉だ。最近ドライフラワーも素敵だなと思う。私もね、ドライフラワー可愛くてね、部屋に飾ってます。そこに可愛いよね、お花、緑とかも結構置いてる、可愛いよねお花。でもなんかドライフラワーね、なんかふ、なんだったっけ、なんかね、あんまり家に置くのね、何的にだったか分かんないけど良くないらしくて、でも可愛いから置いちゃってるえ、メールで今度見せて、え、じゃあ今日載せるね、メールに。可愛いの 1,2,3,4,5個ね、つるつるしてるロープで、今日メールに載っけます。そうそう、風水的にかな、そうダメらしいんだけど、可愛いから載っけちゃってる。ガーベラ可愛いよね、めっちゃ。なんかお花って可愛い、本当に。ね、私も風水全然信じてないあんまり。多分大丈夫。姉もね、どんなお花だろう。チューリップとかも好き。なんか動物の森とかでもめっちゃお花ね、家の周りお花だらけにしてた村作るとき。なんか最近ね、サボテン育てたい。なんかあの今ね、部屋にお花とかね、緑の、あの草みたいなやつとかあるんですけど、
あの生きてないから、そうそうそう、枯れないやつだから、全部なんか水をやって育てるようなね、観葉植物なんか欲しいね。朝おはようってなんかおしゃべりしたい、水あげたりして。でもなんかあるんですよね、なんか喋りかけるの大事みたいな、ポジティブな言葉なんかあったよね、実験みたいなんで。早く枯れちゃうみたいなね、言葉ってすごいよね。そう、シュシュってやりたいな欲しいね。よくパソコンに話しかけてたよねえ、なんか一人ぐらいするとなんか独り言多くなっちゃうみたいな、聞くじゃないですか。え、皆さん一人暮らしの方、多分見てる方にも多分いらっしゃると思うけど、独り言増えました？私全然独り言出ないんですけど、なんか全然静く、なんか全然喋らないから分かんなくて、声出さない、全然。テレビとか見てても、増えるんだ。うららちゃん、まだまだ買い足りない、もっと追加したいなねえ、めっちゃ本当、前も思った、全然時間足りない、なんかもっとみんなと喋ってた、一生。本当なんかみんなと話し終わってバイバイするとき寂しくてなんか泣いちゃいそうになるなんか、もう会えないのってなる。もっと一緒にいたかったのにって。ヤッホー、うららちゃんってヤッホー。テレビに突っ込んだりするけど、昔だからわかんない。嘘、突っ込んだりします？いいね、でもそっちの方がなんか楽しそう、一人暮らしが。本当に喋らない、どうしよう。別にどうしようとかじゃないんだけどなんか全然わかんないんですよね、なんか一人暮らしあるあるみたいなんで、独り言が増えたとか書いてあるけど、全然。かわいい、みんな俺のスマホ頑張れって声かけて面白い、いいね、楽しいね。会場しゃべり会とオンラインのしゃべり会、どんな服着たいと考えて、もう友情不断すぎて全然決まんない私服、前回どっちもコスプレしてたから、私服も見たいって書いてくれてるね、コメントあったから、私服も着たいし、なんか今回もね、可愛いコスプレみたいなの着たいなって思っています。でも あ、でもね、また独り言の話に戻っちゃうんですけど、動物とめっちゃ喋っちゃう、めちゃ動物に喋りかけちゃう何してんのってご飯食べてんのって、いいねって、おいしいって動物には声かけちゃう、眠たいのとか
ね、動物って声かけちゃうね、なんかかわいい、かわいいからかな、声かけちゃう。うん、スズメね、私もあれあった、なんだっけ、あの大阪のあの時に毎朝学校行く前にね、絶対にスズメが家の前に来てて、妹とあの母と父ちゃんもね仕事行ってたりしてたから、そのスズメを静かにねご飯食べながら観察してた毎日。ちょっとねお米パラパラってあげたらね、それ取りに来て食べててね、めっちゃ可愛かった。毎日の毎朝の日課だった。てかね、めっちゃ思ってたってか話したかったことがあって、何だっけ、君をもっとできるのさ衣装めっちゃ可愛くないですか。私も大好き、めっちゃ可愛い、めちゃくちゃ大好きね。歌もなんかめっちゃ勇気が出てくる。なんか前ね、あのツイッターにその君をもっとできるの歌で、あの歌詞動画をね作ってくださってる方がいて、私のもう泣いちゃって素敵すぎて、うん、めっちゃいい歌。ちょっと あれアイテム読めますね。スティックさん、バラありがとうございます。ガンヘッドさん、バラありがとうございます。パケさん、バラありがとうございます。グラハムさん、ヤッサンダヨさん、ハリボーさん、バラありがとうございます。タケタケさん、斉藤さん、星ありがとうございます。トモボボさん、バラありがとうございます。ケチャップ社長さん、これなんだっけ、毛虫のチョコだっけ毛虫のチョコありがとうございます。マリニャンさん、バラありがとうございます。赤くるカレオシさん、ケムシのチョコありがとうございます。ケムシのチョコってどうやって表現しよう、ケムシってむずいね、体で表現するの難しい。くまくさん、バラありがとうございます。どんちゃんさん、グラハムさん、ケムシありがとうございます。だいちゃん、こいもさん、バラありがとうございます。たけたけさん、あ、トランプの騎士これって騎士ありがとうございます。フジヤンさん、花束ありがとうございます。ダイちゃん、星ありがとうございます。ひろたん、あとまくニコニコ言っていいなって噛んじゃった。
ひろたんアットワークニコニコゆいな対うらら対ケンニーさん、ハートありがとうございます。トールさん、トラキバオさん、バラありがとうございます。グラハムさん、星ありがとうございます。コミさん、トートイありがとうございます。トールさん、イチゴありがとうございます。グラハムさん、ハートありがとうございます。斉藤さん、猫いっぱいありがとうございます。にゃんにゃんにゃん、だいちゃん、これなんだろう、うさぎ、うさぎかな、うさぎありがとうございます。たもちゃんさん、トランプの騎士ありがとうございます。とるさん、あ、ピーチさん、いちごありがとうございます。うんうん、ひしゃおったん、あとわくにこにこいなだいさん、ありがとうありがとうありがとうございます。斉藤さん、うさぎありがとうございます。こみさん、いちごありがとうございます。たけたけ、あとはグライナガンダンさん、これなんだ、なんかたまにね、こうアイテムね、何かわかんないやつあんだよね。チョコのバラかな、チョコのバラありがとうございます。ソースさん、ハートありがとうございます。ヒシャオタン、アットマークニコニコイナタイさん、紅茶ありがとうございます。おいしい、ありがとうございます。面白い、ショールームなんつってめっちゃあのアイテムいつも期間によってコロコロ変わるから可愛いし面白い。今はもうバレンタインの時期だから、なんか不思議の国のアリス見たくなった。チョコください、チョコあげたいあげたいね。お菓子作りって楽しいですよね、めっちゃ大好き。昔ハロウィンの時、不思議の国のアリスの仮装してた。本当ディズニーが好きすぎてディズニープラスに入りたいってずっと思ってる。入れてないけどまだ。なんかめっちゃプリンセスとか大好き、話見るの。フララっていい名前ですね、だって。いやーありがとうございます。そう、羽にね、綺麗の霊でうららって読むんですよ。麗しく羽ばたいていてほしいっていう願いです。そうですよ、母と父いわく。なんかみんなの名前の由来とかめっちゃ聞きたい。なんでその名前なのかなって。名前っていいですよね、なんかいろんな意味込められてたりとか。お話し会ってまだ受付してるんですかね。多分16時受付、まあ、今日の2時で終わっちゃって、また多分一時したらね、多分17時受付、16時だったっけ、うん、次の受付が始まると思います。ぜひぜひお話ししようね、いっぱいしましょう。今まで同じ名前の人に会ったことありますか。プリキュアの春日のうららちゃん以外知らない、会ったことない会ったことないね、うららって。会ってみたいですね、うららちゃん。ツイッターの名前ひらがなも書いてるのかわいい。それね、なんか松本うららって、ちょうどうららって読めない方もいらっしゃるかなと思って、漢字だけじゃ、だから分かりやすいようにね、横にひらがなも書いたんです。
そろそろランキング読もうかな。ランキング見ますね。13位、今日この頃さん、ありがとうございます。12位、トラキバオさん、ありがとうございます。11位、グラハムさん、ありがとうございます。10位、ハッピーチさん、ありがとうございます。9位、小芋さん、ありがとうございます。8位、ひじゃおたん、アットマークニコニコイナタイさん、ありがとうございます。7位、ケチャップ社長さん、ありがとうございます。6位、コミさん、ありがとうございます。5位、トールさん、ありがとうございます。4位、ダイちゃんさん、ありがとうございます。3位、タモちゃんさん、ありがとうございます。2位、タケタケアットマークレナ軍団さん、ありがとうございます。1位、あ、またまた斉藤さん、3回目、3回目だよね多分。やん、ありがとう。1位3回目だ。今日は2月、もういいか。だってほら見て、ちょうどね、ここにね、歴代ね1位になった方のやつね、いっぱい貯めてってるんだけど、ほら、ランク斉藤さん、斉藤さんだってここにもいっぱいいるね。ほんとありがとうございますね。てか名前の由来にちなんでさ、なんでこの皆さんがこのなんかいっぱいいらっしゃるじゃないですか、いろんなアバターさんの名前。例えばこうやって斉藤さんとかも、斉藤さんとかさ、いっぱいさ、皆さんなんでそのお名前にしたのかめっちゃ気になる。名前の由来みたいな感じで聞きたい。なんで名前決めるときになんでそれにしたんだろうって。みんなお名前かわいいし、めっちゃ覚えやすい。よし、できた。じゃーん、1位斉藤さん、ありがとうございます。ありがとう。それお話し会ちょっとだけしようかね。緊張したら忘れちゃうかも。教えてください、ぜひぜひ。相方がマヨネーズなんです。そうなの、面白いね。もういっぱいいっぱい聞きたい。じゃーん、ありがとうございます。よしよしよし、ハラミちゃん足のお絵かきセット、こうやって収納してます。今来たうららぶりって、お疲れ様です。ヤッホー、ありがとう、来てくれて。でも、もう終わっちゃうの。
今度マネージと会いに行くね、会いに来てくださいぜひ。そうめっちゃペンあるんだよ、いっぱい細いのも太いのもね全部揃えてる。マキじゃあね、ありがとうございました。1時間以上もね過ぎちゃったけど、バイバイ、またね。ぜひツイッターとショールームのフォローねお願いします。じゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。おやすみ、バイバーイ。